こんにちは、こんばんは。あるいはおはようございます。PB です。今日はですね、日本でこのフィッシングプラネットがリリースされて、もう2日目かな。で、結構日本人ユーザーが増えてます。嬉しいことです。仲間が増えるっていうのはね。ただし、やってるとわかるんですけれども、かなり敷居が高いんですよ、釣りゲームとして。で、いろいろなね、基本的なことを分かってないと、まずお金がたまらないから、途中でこのゲーム頓挫しちゃうんですよ、大勢の方が。なので、過去にいくつかね、お金を貯めるための方法なんていう動画を上げてましたけれども、改めてね、なるべく分かりやすく、説明できたらなと思います。よろしかったらね、やり始めて間もない方にね、この動画を見つけてほしいなと思いつつ、今からね、基本的なこの方法と、遊び方とね、基本的な遊び方と、そして肝になる、お金の貯め方、これをね、説明していきたいと思います。よろしければお付き合いください。さて、今ね、釣りました。2匹ぐらいしか釣ってないけれども、このゲームは釣っただけではお金にならない。釣った魚を取り込んで、その取り込んだ魚を売却する。そして初めてお金を得るっていうことになります。で、取り込むためには網であったりとかストリンガーであったりっていう魚を取り込むための道具を持ってないといけないんですけれども、これは多分チュートリアルで説明されていると思うので、ちょっと説明は端折ります。で、今2匹魚を釣りました。で、取り込みました。さて、どうやって魚を売却するかっていうと、方法は2つございます。ホームに帰る。これで、魚を売ることができます。そしてもう一つは、時間を先送りして、明日の朝5時にする。これで魚を売ることもできます。なので、方法は2つありますが、ホームに帰るっていう方法で魚を売るのは、なるべく控えた方がいいです。常に自分の持っている魚を取り込むための道具、これいっぱいに魚を釣ったら、時間を明日の5時に進めて魚を売るっていうふうに癖をつけましょう。でないとお金がたまりません。そのなぜたまらないのかっていうお話をまずしますね。この今いるのはテキサスのローンスターレイクっていう場所なんですけれども、この後ろにある家屋、これが自分の家です。だからこのローンスターレイクの釣り場っていうのは、自分家の目の前にある釣り場っていうことになってます。なので、釣り場まで来る旅費はかかりません。そして、自分家の家があるから、寝泊まりする宿泊代もこの場所はかからないっていうことを、まず、踏まえておいてください。まずこのことが分かってないとね、今からする説明に支障が出るので。で、なんですが、お話を戻して、魚を売る方法で時間を先送りにしないとお金貯まりませんよって言いました。その理由がですね、ホームに帰るタイミングっていうのは、オプションボタンを押して、コントローラーの、この、ローンスターレイク、この釣り場を上から見下ろしている画面、この画面を出して丸ボタンを押すと、地球儀に戻るっていうへんてこりんな内容が出ますけど、これって自分の家に入るっていう風な概念だと思ってください。さっき説明した自分のところに入るっていうことです。じゃあ入ってみましょう。そうすると、ほら、魚をね、釣った魚2匹売却されました。このタイミングで魚を売るんですけれども、この方法で魚を売っちゃいけない理由が、ちゃんとありましてね、それを説明しますけれども、このローンスターレイクっていうのは、自分家、そして自分家の前にある釣り場って説明しました。なので、このローンスターレイクにカーソルが行ってる状態で、十字キーの下を押して、この旅費のところを見てもらうと、このローンスター湖に行くための旅費はかかりません。0円で、1日って書いてるのが、あれ宿泊費なんだけど、宿泊費もかかりません。自分家があるからね。じゃあ、他の釣り場はどうかっていうと、ここでもいいですよ。他の釣り場行くと、うまく十字キーが動かない。なんで？
あ、動いた動いた。他の釣り場行くとご覧の通り旅費、これ往復料金なんですけど、移転って書いてるのか、なんで移転なんでね、この往復料金がここだったら$7,800で、1日って書いてる$2,000っていうのが宿泊費です。で合計$9,800かかるっていうことね。ローンスターレイク以外の釣り場っていうのは基本的にどこも旅費と宿泊費が必ずかかります。まあ、このホワイトムースレイクだったら往復料金が6800で、1日の宿泊費が1000、合計7800。こんな風に、まあ、各釣り場には必ず旅費と滞在費がかかるってことだけど、このローンスターレイクは自分家だから旅費はかからないし滞在費もかからないっていうことなんですよ。でね、必ず魚を売却するときにはホームに帰るっていう画面で売却するんじゃなくって、時間を先送りして売却する、この方法を選んでくださいって言ったのが今のお金に、理由が隠されてます。次の日に時間を先送りして魚を売却すると1日の滞在費だけ払えればまたその現場で釣りができるんですよ。だから旅費がかからないっていうことになります。このホームのローンスターレイクはね、自分家だから旅費も滞在費も0円だから、ここでね説明するとちょっと分かりづらいかもしれないけれども、でも今ねゲームやり始めて間もない方は、まあ、まずここから始めるからね、まずここの状況をしっかり把握してないとよくよく理屈がつかめないんですよ。またちょっとね一匹魚を釣ってみます。なのでもう必ず魚を売却する方法は2つあるけれども、ホームに帰るこのタイミングで魚を売却するんではなく、時間を明日の5時に先送りして魚を売却するっていうこと、これをねもう絶対に心がけてください。いつまで経ってもお金がたまらないので。じゃあ早速1匹釣りました。でね、四角ボタンを押す、そうすると時間を先送りする画面が出るので、三角ボタンの次の朝にするか、もしくは十字キーの右を押して時間をスライドさせ、次の日の朝5時にすると1日プラスっていう文字が出ます。でこの状態でペケボタンを押すと時計のマークが出て明日の朝5時になりました、1日が過ぎたってことですね。だからここの、メッセージ、この場所での滞在は期限が切れました、まあ、1日過ぎましたと。さらにもう1日、釣りをするのであれば延長をしてください、そしてコストゼロって書いてますけれども、ここ以外の釣り場でこの画面が出た時にコストの料金のところに、まあ、いくらかの金額表示が出ます。このコストゼロっていうところに、まあ、金額が出るっていうことは1日の宿泊費だけの金額になります。これローンスターレイクは自分家が後ろあるからコストがゼロなだけで、他の釣り場行ったらホテルに泊まらないといけないからホテル代は払ってくださいねっていうことなんですよ。でホテル代だけ払えばここで魚を売却するんですが、またここで1日改めて釣りができるっていうこと、ここに来る旅費がかからないっていうことなんですよ。まあローンスターレイクは自分家があるからくどいようだけど、旅費なんてかからないし宿泊費もかからないからゼロっていう表記になってるけど、他の現場、特にあの旅費がねすごくかかるような現場では、もう1回行って網かごがいっぱいになったからさーってホームに帰って魚を売ろうなんてことをしてたら、全くもって大損になることも可能性としてはありますから、だから必ず、まあ、特にここ以外のね、このローンスターレイク以外の釣り場に行って魚をいっぱい釣ったら四角ボタンを押す、で次の日の朝、今回は三角ボタンを押してみましょう、三角ボタンを押す、で翌日の朝5時にする、で滞在費のコスト、ホテル代だけを払って、まあ、延長をして、なら売却されて、
で、またその現場で最初から釣りができるっていうことですね。これね、絶対にね、心がけてください。本当俺もね、やり始めた頃、要領が分からなくって、まあ、遠くの釣り現場に行って、網がいっぱいになったから、さーてホームに帰ろう。オプションボタンを押して、丸ボタンを押して、ホームに帰る。いやーでもホームに帰るたびにね、お金たまらないんだけど、なんでだろう。そりゃそうですよ、またその釣り現場に行ったら旅費がかかるんだもの。そういうことなんですよね。で、このゲームはですね、どの釣り現場に行っても必ず漁券を買わないと釣りができません。厳密に言うと漁券買わなくても釣ることはできるんだけれども、罰金を課せられます。なので必ず、釣り現場に行ったら漁券を買いましょう。例えばこの隣のロッキーレイクっていうところに行って釣りをしようと思ったら、ショップに行って、でショップのライセンスのところに行って、まあロッキーレイクって確かコロラドだったかな、あの湖の名前じゃなくて国の名前で検索することになりますから、ちょっともう一回確認しよう。ロッキー湖、下にコロラドって書いてますよね、右側ので、まあコロラドのライセンスを買うってことで、ショップに行ってライセンスのとこ見に行ってコロラドで、このライセンスも2種類あります。ベーシックライセンスとアドバンスドライセンス。この違いは、ベーシックライセンスっていうのは、まあ右側にこのベーシックライセンスの詳細出てますけれども、まず夜釣りができません。で、獲得制限されてません。獲得っていうのは釣り上げたってことね。釣る分には魚制限がないですけれども、その上リリースって書いてるところ、コロラドゴールデントラウトのトロフィー級のもの、あるいはユニーク級のものを釣ったら取り込むことはできません。必ずリリースしてくださいっていう意味です。だから取り込んでいい魚に制限が設けられてしまうんですよ、ベーシックライセンスの方は。なので必ずどの釣り場に行ってもベーシックライセンスではなくアドバンスドライセンスを購入するようにしましょう。こちらの方を購入しとけばどんな魚釣っても制限がないから取り込むことができます。まあ、レベルが上がるにつれてね、ワシントン条約で規制されている魚、アドバンスドライセンス持ってても取り込めないっていう魚が、まあ、出てきますけど、まあ、大体レベル50の頃に出てくるようなお話になるからな。いや、待てよ。もうちょっと若いレベルでも出てくるか。ヨーロッパウナギが確かそうだったな。まあまあ、あまり気にしないでいいです。とにかく釣り場に行くんであれば、アドバンスドライセンスを購入するようにしましょう。で、これね、くれぐれも2つ同時に買う必要は全くないですからね。どちらか一つアドバンスドを買っとけばいい。で、このそれぞれのライセンスにも日数があります。こう1日3日1週間、月アンリミテッドね。これ必ずね、1日分で構いません。まあ、複数買うとちょっとお値段お得になってますけれども、これ完全に無視で構いません。理由があってですね、この漁券ライセンスの有効時間っていうのはゲーム内時間ではなくて実際の時間なんです。だからもし今日今この時間にこの1日分のライセンスを買ったら、有効時間は明日のこの時間まで有効です。っていうことはつまりですよ、このライセンスを買って1時間ぐらい遊んで、もう今日はいいやってプチッと電源切るじゃないですか。で、そして明日またこの時間に立ち上げてさーって釣るぞと思うと、ライセンスは切れてるってことになる。それを踏まえると、例えば3日分のライセンスをいっぺんにここで買ったとしてですよ、まあ今日はいいですよ、今買ったばっかりだから遊べばいい。だけど明日明後日何があるかわからないじゃないですか。病気になるかもしれないし、急な仕事が入るかもしれないし、だからそういうことを踏まえると1日分を買っとく方が長い目で見たらお得なんです。だから必ずライセンスは1日分のライセンスを買うっていうことでね、このライセンスが切れる時間になってもちゃんと警告メッセージが流れますから、まあ、そしたらまたそこでライセンスを購入すればいいだけのことなんですよ。なので1日分のライセンスを買っておくといいと思います。もちろんね、課金してコインいっぱいあるんだったらアンリミテッド買うのが一番いいかもしれませんけれども、まあ、もったいないのでね。
というわけで、まあ、ライセンスは必ずアドバンスでを買うっていうことですね。だから自分ちのホームローンスターレイク以外のところで釣りをする場合ですよ、例えばこのコロラドのロッキーレイクで釣りをしようと思ったら、これもうライセンス買ってるんだけど、ライセンス料プラス旅費プラス1日の滞在費、今言ったものイコールがお金がかかってしまうんですよ。だからライセンスを買ってこのロッキーレイクで釣りをするのであれば、せめてライセンス料分のお魚は釣って売却しないと、言ったはいいけれどもお金損しちゃったっていうことになっちゃうんですよね。だからこのロッキー湖にもし行って釣りをして網いっぱいに魚を釣ったらホームに帰ってくるんではなく、現場で翌朝5時に時間を進めて、ロッキーレイクの1日の滞在費は300ドルだから、翌日の滞在費300ドルだけ払ってまたこのロッキー湖で釣りをすると。そしたらこの移転って書いてるのが往復料金の旅費なんだけど、この1700ドルの旅費はかからないで済むっていうことなんですよ。お分かりいただけますかね。だからライセンスを買って釣り現場に行ったら、できるだけライセンスが有効時間、その現場で網の中の魚を売却し、網の魚を売却しっていうのを繰り返すんです。日を送っていって、まあ日を送るたびに300ドルはかかるけれども、またそこの現場に行って往復料金払って釣りをするっていうことを考えれば全然お得なんですよ。毎回毎回ライセンスの有効時間内にホームに帰ってここに行く、ホームに帰ってここに行くなんてことを繰り返したら絶対お金貯まらない、むしろマイナスにどん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 なっていくんで、だからそこを気をつけないといけないってことです。お分かりいただけますかね。これがまずお金を貯める絶対的な方法です。ローンスターレイクホームのこの、まあ、釣り場って実はですね、ゲームを、ダウンロードしてさあ始めようっていう時にサービスでこのローンスターレイクの、ライセンスはってどこだった、もう最初からベーシックライセンスの無期限を持ってる状態で、始まってます。ですので、まあ、ホームで釣りをする場合常にベーシックライセンスは持ってるっていう、まあ、概念になるんですけれども、アドバンスの方は持ってないから、当然、まあ、ホームの湖であっても釣っていい魚に制限が設けられてます。だから知らず知らずのうちにローンスターレイクで、まあ、取り込んじゃいけない魚を取り込んで罰金食らうっていう可能性もあるので、ホームの湖であっても必ず何つってもいい状態にしといた方がいいのでね、1日分の200ドルのアドバンスドライセンスでは購入しておく方がいいっていうことです。これもね、気をつけないといけません。最初からここで釣りできるじゃんなんてね、だから別に何釣ってもいいんだろうなんてことを思ってると大間違いで、まあご覧の通りベーシックライセンスの方、ホームのローンスターレイクにはスポッテッドバスのコモン普通サイズね、とかあるいはまあその他の魚もトロフィーサイズ釣っちゃいけない、ブルギリナップそうだけど、まあ書いてあるでしょ。これらの魚を取り込むとホームのローンスターレイクであっても凄まじい罰金課せられるので、だからまあ必ず、アドバンスドを買っておく。でもね、これよく見るとアドバンスドのライセンス、これのアンリミテッドの金額が、まあ、7ドルだから、ここはね、まあ、ちょっと7ドル払って、ホームのローンスターレイクはね、アドバンスドライセンスのアンリミテッドを手にしておくといいと思います、後々。だから俺はもうこうやってアドバンスドライセンスを無期限にしてます。これちょっとね、お金を貯めるコツといえばコツなので、ぜひ皆さんもねやってみてください。でもう一つは、まあ、ちょっと基本的なことをお話しするんですけれども、この地球儀に帰るっていうのはローンスターレイク、ホームの湖の後ろにある家の中に入っている状況です、今ね。でこの家の中に入っている状況でインベントリーのメニューを見ると、バックパック、ホームスペシャル、
テンプレートライセンスっていう項目があって、これそれぞれ LR のボタンを押すことでこう切り替えができるんですけれども、まずホームなんですけれども、これもうまさに家です。家の保管庫でね、家の保管庫にはキャパがあって、画面の右下、これ今135分の63となってますけれども、まあちょっとあの課金で枠広げてるからこれ135なんだけど、通常でやれば100です。で、135を家の中に釣り道具を置けるんだけど、今俺は63個道具を置いてるっていう、こういう意味です。で、この RL を動かしてホームにカーソルがある状態で十字キーの下を押すと、それぞれね、竿とリール、糸で、まあ、針や浮き、餌みたいな感じでこうそれぞれこう項目がね、移っていきます。ホームにある。で、一番上の引き出しみたいなところに行くと、これいっぺんに全部見れるっていうことですね。今右スティックを動かしてるんですけれど、まあ、まずホームの概念があるっていうことでね、釣り現場に道具持っていくには必ず釣り道具箱がいるじゃないですか。その釣り道具箱がこのバックパックになりますね。家の倉庫と釣り道具箱っていう意味ですね。で、まあ、釣り道具箱にも当然キャパがあって、このバックパックっていうところにカーソルが合ってる状態で画面の右下見ると、まあ、項目ごとに分かれてます。浮きと針のマークがあって40分の35、ライン糸のマークがあって3分の2ね、でリールのマークがあって1分の1、でその隣は巻き餌なんですけれども、これはもう相当レベル上がらないと巻き餌作れるようにはならないので、これは無視でいいです。まあ、そんな風にバックパックにもキャパがあるっていうことまずでね。今度例えば、ラインが今、まあ、3分の3キャパいっぱいなんだけれども、このバックパックからホームに一旦このラインを返そうと思ったら、返すラインに、こうカーソル持っていって、で画面の下にメニューがありますけれども、左から2番目動かす四角ボタンを押すと、今ラインが1個、ホームに飛んでいったってことになります。もう一回ね。で、ホームに今ラインを送りましたから、ここに来たっていうことで、今度逆にホームにあるものを釣り道具箱に入れようと思ったら、同じように、ホームの画面を出しといて、動かす四角ボタンで、これがバックパック、釣り道具箱の中に飛んでいったよっていうことですね。だ、家と釣り道具箱、これを覚えておいてください。で、この釣り道具箱も当然レベルが上がってお金が貯まるにつれて、どん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 キャパ、内容量のたくさん入るものに買い替えると、よりたくさんの釣り道具を釣り場に持っていけれるようになります。で、じゃあどれが釣り道具箱かっていうと、ショップの道具と機材の中にあるこのタックルボックス、だからレベル5から買えるようになるんだけど、これがもう釣り道具箱です。で、内容量は詳細右側に出てますから、ここ見ると分かると思います。まあ、これがタックル10個入るよ、だこれだったらタックルが17個入るよっていう風に、まあ、お値段高いもの、あとレベルが高いものに従って容量もでかくなるってことです。でも実はね、バックパック、釣り道具箱ってこのタックルボックスだけじゃないんですよ。例えばこのフィッシングベスト、服ですよね。この服も詳細が右側に出てますけれども、タックルが5個入る、ラインが1個入るっていう風に、こちらもポケットの中に、まあ、タックルっていうのは要するに針だったり浮きだったりルアーだったりみたいなことですが、まあ、お値段が高いものだと余計たくさん物が入るっていうことで、この服も、まあ、言ったらタックルボックス、バックパックに該当します。そしてロットケース、ロットケースっていうのは釣り現場に何本竿を持っていくかっていうことで、このロットケースを持ってない状態だと常に1本竿を持って移動してるっていうことだから、1本しか持てないっていう概念になります。で、ロットケースを、まあ、見てもらうと、
それぞれ何本入るっていうキャパがございます。これだったら7本もね釣り現場に持っていけるってことで、今は俺ロッドケースを装備してないので、基本的に竿を、この浮き釣り用の竿1本しか、現場に持っていけてないってことになります。じゃあロッドケースを買って取り付けたらどうなるかっていうのをお見せしますね。実はもうロッドケース買ってございます。でホームの、こちら下から1、2、3個目のところにロッドケースがあります。でね、十字キーの左を押すと、この人のマーク数字1、なんか緑の団子みたいになってますけれども、この人のマークのところにカーソルを持っていった状態で、このロッドケースを選んで、ホームにあるロッドケースを選んで、一番下のメニュー左端装備っていうのね、ペケボタンを押します。そうするとあら不思議、こうやってねロッドケースの中に竿を入れられるので、さっきまで1個しかなかったこの竿のマークのところの数字がね、2345と5本竿を持っていけれるよっていうことになるんです。もう一回外してみましょうか。そうするとほら1本しか竿を現場に持っていけないっていうことね。人のマークのところに持って行って購入したロッドケースを選んでペケボタンを押す。そうすると現場に持っていく竿の本数が増えるってこと。で実際にちょっとセットしていってみましょう。まあ今浮き釣り用のタックル1個しか持ってないから、ルアー釣り用のねタックルを1つ、まあすでに竿も買ってますので、竿は購入すると必ずホームに移動します。で選んで、多分これがそうだったな、まず竿をセットしました。で次はまあこれリールもね購入してます。リールもセットする。ちょうどいいのどれだった、忘れちゃった。ねこれか、ん間違えましたね、これじゃないこれはちょっとね大きすぎます。ちゃんとねあるんですよ。これ前は画面に出てたんだけどな。あこれだこれだ。これ何を基準にそうやって見てるかっていうと、これはまた別動画で説明してますので、セットアップの方法っていう動画見てください。ちゃんとね、竿とリールとラインっていうのはセットする方法があるんですよ。近似値のものを選ぶっていう方法がね。まあ、とりあえず、まあ、取り付けましょう。ほい。ほい。まあ、リールにラインを巻きました。そしたらラインの先端にはルアーを取り付けると、はいこんな風にね、ちょっとここにね、まだここにもなんか糸取り付けられるじゃんっていう風に出てますけれども、まあこれはリーダーなんですけれども、まあレベルが上がるにつれてリーダーラインっていうのも取り付けられるようになります。まあこれもね過去にハウツー動画上げてますから、よかったら見てください。まずはこんな風にして、まあ、ホームの画面に行くと釣り道具箱のバックパックっていうのとホームっていう、まあ、メニューが出てくると。で、まあ、ちゃんとホームにいる状態で、まあ、釣り道具をこうやってセットするっていうことね。でセットができたらまたローンスターレイクの釣り場に行ってみましょう。ここはホームなので滞在費もかからないし、行くまでの旅費もかからないので、まあ、何の心配もいらないっていうこと。ただしなんですけれども、自分家の前の釣り場であっても必ず漁券ライセンスは買わないといけないので、ライセンスはね絶対に購入するように、アドバンストライセンスを、まあホームの釣り場だからアンリミテッドのね、もうずっと釣れますよっていうコイン7個で買えるアンリミテッドライセンス購入するといいとは思います。さあこれで私はこの釣り現場に浮き釣り用のタックルと、ルアー釣り用のタックル2つを用意してこれるようになりました。ならね、このタックルを切り替えるのはオプションボタンを押してインベントリーを開けて切り替えするんですけれども、これちょっと余談になりますけども、釣り現場に来てるからホームっていうメニューがなくなってるでしょ、バックパックしかない。でね、ここでどちらかにするか切り替えできるんですけれども、もっと簡単に切り替えられる方法があって、コントローラーの L の1を押すと、押したままにしとくと、まあ、こういう画面が出てきて、この状態で
左スティックを押すと選択できるんですよ。ね、今、ルアー釣り用のタックルでしょ。だからここの浮き釣り用のタックルを選んだ状態で、襟の位置の指を離すと、こうやって。ね。で、この状態で今度、R の位置を押すと、今度は持っている餌を選択することになります。便利でしょ。で、ルアー釣り用も同じように、L の位置を押して、まずルアー釣り用のタックルを選択したら、この状態で R の位置を押すと、持ってるルアーも選択できるんですよ。だこの方法は非常に便利なのでね、活用してみてください。まあ、あと、リールのドラグであったりとかね、ルアーの動かし方っていうのもハウツー動画上げてますから、よかったら見てください。で、最後にもう一つ。これもね、気をつけてほしいんですけれども、今ね、画面のね、左側に、ローンスターの冒険っていうね、メニューが出てます。これ何かというと、オプションボタンを押すと、ミッションっていう項目がありますけれども、このミッション遂行してるっていうことなんですよ。で、そのミッションの内容、右側に出てますけれども、ただアメリカナマズを釣ってください。釣るとあそこに、レテンが入って、で、すべて、達成するとタスクが一番右まで行き、この P ラインが手に入る、コイン1枚とでお金1300ドル入るっていうことなんですけれども、これね、まあ、もちろんやるなとは言いません。でも基本的にこの冒険類っていうのはチュートリアルを示唆しているので、特にお金に余裕があればやるのはいいと思います。そしてすごいこれ欲しいっていうものがあるとやるようにするといいと思うんですけれども、なるべくここにあるミッション系はある程度レベルも上がりお金が貯まってからにしないと、例えばね、これだったらロッキーレイクに行かないといけないでしょ、これだったらエメラルドレイクに行かないといけないっていうふうに、それぞれのミッションを達成しようとすると、まず旅費もかかるし、そこに行くライセンス料も買わないといけない、当然滞在費もいるっていうことで、お金がいくらあっても足りなくなるんですよ。だから、まあ、この地元のローンスターレイクの冒険とかいうのはお金がかかんないから、ホームだからここでやる分にはいいとは思いますけれども、他のものに関してはあまりね、レベルが若い段階でチャレンジするのはね、俺は控えた方がいいとは思います、個人的にね。で、このマップで釣りをする、そしてこの画面の左側にローンスターの冒険っていうふうに文字が出てるってことは、今遂行してるっていうことなんですけれども、この文字めんどくさい、もう消したいっていう時には、単純にコントローラーのオプションボタンを押し、ミッションのところに行き、今遂行してるミッションを追跡をやめる、四角ボタンを押すことでこのミッションをとりあえずまあやめることになります。で、ね、画面見ると左側にタスクバーが出てないでしょ。じゃあこのタスクバーが出てないってことはミッションやってないのかっていうと、実はね、遂行してることになるんですよ。まあ、なので、まあ、ある程度お金が貯まってね、で各ミッションございますから、たくさん冒険系のミッションもあればね、マスター系のミッション等あるので、マスター系のミッションはね、特に釣れるようなルアーとかもらえたりするから、俺はね、お金ができて挑戦するのはいいんじゃないかなっていうふうに思います。あと怪物のような魚、これらもね、結構、店には売ってないようなものもらえますのでね、やるといいんじゃないかなっていうふうに思います。いかがでしたかね。まずは釣り始めて間もない頃、ちょっとぶつかった壁を乗り越えられるように、まあそういう意図の動画を上げるんですけれども、まあ俺の動画なんて人気ないからね、見る人も少ないと思うんだけど、なるべくね、多くの人にこのゲームをやり始めて間もない方に見つけていただいて、まずはお金の貯め方、これをね、知ってもらうといいんじゃないかなと思います。よろしければ参考にしてください。長々とまた説明が下手ですいません。 PP でした。じゃあね、何かちょっと困ったことがあったらですね、動画欄にどんなことでも結構です。こういうことで困ってるんだけど、これどうしたらいいのみたいなことがあったら、私の知る限りのことであればご説明いたしますので、よろしければコメントもどしどしください。ビビでした。